なんか最近このチャンネル人気らしいです。人気なんですね。そう、人気だ。なんかね、ありがたいですね。すごい、すごいですね。あの、難しい音楽理論をね、あの、勉強するチャンネルとしてあるというか、なんというかよくありませんけどね。あの、あんまりその内容は重要じゃないみたいでね。なんかこの喋りだけが、なんかいいとかいう謎の。よくわかんないけど面白いです。そうそうそう。よくわかんない。なんか、内容って大事じゃないんだな。雰囲気で。そう、雰囲気大事なのかな。思ってますけど、ね、最近だからその戦木崎でね、その、あの、野くんのチャンネル見ましたよ、つって。あの、なんかあれ、なんか面白いですね。その面白いが一体どういう意味なのかっていうのが、一回、よく考えなければいけないところなんですけどね。なんかまあまあ、あの、なんか浸透してるのはね、なんか嬉しいというか。ありがたいです。ありがたいですよね、これね。で、あの、だんだんこう、なんか、野くんがどういう人柄かっていうの分かってきたと思うんですけど、でもなんか、この前だからそのライブに来てくださった方が言うと、なんかその僕の喋りがなんかやばいっていう話でしたよね。あの、僕のリーダーライブに来てくれた方だったんですね。そうです、そうです、そうです、そうです。なんか、なんか多分一般の感想ではなんかこっちの方がやばいやつだと。まあ僕もそう思いますね。思ってるんですけど、でもまあ、あの、実際、あの、やばい、何が、あの、僕は、なんか、何がやばいのか自分でもちょっと分かってないですけど。それがやばいんじゃないですか。やばい。そう、なんか、あの、危ない会話を出しそうになりすぎるみたいな、なんか、そんな感じ。別にそんなことないですよね。全然こう、YouTube の、 あの、規約の倫理に、なんかこう、抵触しないというかね、感じで、抑えてるつもり。そうです、ね。極力抑えて。抵触したとこはちょっと、切ったりそうですか。そうでした。わかりました。ですけどね。まあでも実際、あの、だからまだその、これ、このチャンネルになって、その、小野くんがどういう人かっていうのをそう知ってもらうのはすごい、その、役に立っていると思うんですけど、まだ本当の小野くんっていうのは多分その、視聴者の皆さん、知らないと思うんですよ。どういうことですか。ね。まあ、あの、具体的にだから、どれくらい、どっちが本当にやばいのかっていうと、だからその、例えば、じゃあ、小野くんとこう、あの、あ、最近なんかそのメッセンジャーでですね、あの、あ、このチャンネルなんか人気出てきたみたいでよかったね、みたいな、なんか話したんです。あの、信者を増やしました。あの、信者みたいな。で、あと、洗脳しましょうっていうワードを使ってましたね。これが使われるかどうかはわかりませんけれども、その、どっちが本当にやばいかっていうのはちょっとあの、本当にその視聴者の皆さんに判断していただきたいところですけどね。そうですね、そうですね。まあまあ、そんな中、まあまあ、そんな中でですね、あの、そう、先頃またその、ギターの集いみたいな、その、イベントが、ギタリストの集いみたいなイベントがありましてですね、その時にあの、ご参加いただいた、その、あの、出演者、まあアマチュアの方なんですけど、皆さん上手な方だったんですけど、まあその中からでもその二人くらいこのチャンネル見てますよって言ってくれた、ありがたい話なんですけどですね、その一人がですね、方からですね、あの、小野さんにコンテンポラリーコンピングっていうんですか、あの、伴奏、ボイシングって言ってましたね。ボイシングを知りたいということでですね、そこら辺についてちょっと今回はあの、なんていうかトピックとして扱っていこうと思います、それでは紹介させてください。本日のコンテンポラリーボイシングジャズギター、講師小野博文です。小野です、よろしくお願いします。助手です、西川です。はい、というわけでそこまで詳しく聞いてなかったんで。あ、聞いてなかったですか。そういう用意じゃないかもしれないです。ああ、まあ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 。で、これ、じゃあその、小野くんが用意したその資料をもとに、ちょっと、でもその、なんか、だから例えば、その、オールドスタイルと、その、コンテンポラリースタイルっていうのは、なんか何が違うのかってとこか、ちょっとその、なんか教えてもらいたいくらいなんですけどね。何が違うんでしょうね。で、この間、その、僕のライブに来てくださった方でも、その、何か質問ありますかって、無理やり聞き出したんですけど、どうやったらそういうコンテンポラリーみたいな、サウンドになるんだろうかみたいな話になってたんで、なるほど、やってみようかなと。なるほど。僕はでもその今のところですね、だからそのコンテンポラリーとか古いタイプのそのなんてあれなんていうんですか、古いスタイルなんトラッドトラディショナル、うん、とか、まあでもそのトラッドっつうと、はい、あのなんかいわゆるそのなんかドン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 ってこうやって刻あの生音で刻んでるようなイメージ。そうですね。
強いですけど、その間のなんか時代もあるじゃないですか、ちょっとなんか、うん、そのビバップとかなんかバップ系とか、あとなんかもうちょっとそれがその60年代くらいになるとなんか少しなんかまたスタイルも変わってきて、そっからなんかねソウルとかのサウンドとかも入りつつみたいなところあるじゃないですか、はい、でね、結局だから自分のことを振り返って考えてみたときに、そのどこのカテゴリーか謎なんですよね。あ、うん、だからその別にトラディショナルでもないし、そのいわゆるバップ主体っていうわけでもないし、なんか別にソウルフルでもないしみたいな。まあね、おのずもやっぱ魂がない方としては魂がない共感していただけると思うんですけど、すべ、ね、てなんか物理現象として解決させられてる方だったんですね。そうですね、はい、でもまあどうなんですかね、そのやっぱ現代に行くにつれてやっぱりそういうスピリチュアルの部分はなんか排除されていく感じなんですかね。いやそんなことないと思うんですけど、いつからか変わりましたよね。なんかエレキギターが出てきて、はあはあ、歴史が浅いじゃないですか、はあ、多分そのせいもあるんだろうとは思うんですけど、はあ、あと音大が増えましたよね。なるほど、はあ、ジャズを扱ったりするような、はあはあ、だから基礎知識としてドロップ2だとかドロップ3だとか、はあはあ、そういう話が必須みたいな感じになってきたじゃないですか。なるほど、近年かもしれないですけど、なんか音大の人の、ね、日本に帰ってきたそういう人が多くなってきたって、日本のシーンだけ見てもね、そうですね、そういうところありますよね。だんだんみんなこうちゃんと理論に乗ったシステマチックな演奏ができるっていうかね、ちゃんと説明できる演奏が、うん、そうですよね。それ以前はなんか、うん、あれですよね、ドロップ2とかじゃないですよね多分。でもギターってなんか勝手になんかドロップ2とかなっちゃうんじゃないの、ボイシング的には。一応なっちゃいますけど、ドロップ2ドロップ3みたいな感じになっちゃいますけど、こんなにあんまり展開系をやるようなことなかったですよね。そのそれまでですか。あんまり詳しく見てないのわかんないですけど、チャーリー・クリスチャンとか、はいはいはい、あの辺の時代だとこれよりももっと音量でこうやってこういう風にするような、うん、ボイシングの方の話で、ね、そう、なんかガイドトーンとかいう話だったと思うんで、うん、あんまりそのテンションがどうとかとかそういう話はなかったと思うんですけど、うん、エレクトリックになってきて、うん、多分最初の時代の人たちってバーニー・ケッセルとか、うん、最初の時代の後ですかね、うん、一個後だと思いますけど、うん、バーニー・ケッセル、ケニー・バレル、うん、グラント・グリーン、あの3人でやってる映像がありますけど、うん、ありますね。あの辺になってくるとちょっとボイシング進化してきましたよね、多分ですけど。でもグラント・グリーンなんかずっとなんか伴奏めったにしないけど、グラント・グリーンはしないです。グラント・グリーンはしないです。これは超かっこいいけどね。そうです、うん、バーニー・ケッセルなんかいろいろわーってやるじゃないですか、うんうん、ああいうのがありましたよね。で、ケニー・バレルはなんかこう、低い方に音積んでったり、いろいろすごいボイシングがありましたよね。ケニー・バレル、そういうボイシング扱ってましたよね。なんか そんな感じだね、確かに。なんかあれ何、5度ベースとかサンドベースとかってなってんの、なんかルート。この、普通にメジャー7こうやって押さえるときの、この、あの、エンディングとかですね、エンディングとかで大体、ルートより低いところに5度が来たりするのがあって、これね、なんか俺もギター弾き始めてからなんか学んだボイシングなんだけど、これがこのなんか C メジャーセブンのそのベースがソに低い方のソ弾くっていうやつだよね。これさ、でもベースがドに聞こえるんだよね、これね。すごいですね。このうなりらしいんですよ、ね。いやもう本当になんかうなりで、うん、なんかこことここのなんか周波数比がなんだっけ、2:3違うな、え3:4なのかな、ちょっとわかんないですけど。いやこいつの1オクターブ下が1だとしたら、うん、1っていうかまあ 1.5 でしょ、うん、でこれが 2でしょってことは、だから2と 1.5 で作る、だから、
もう一回ちょっと、いや、あの、点号が出てきたからあれだけど、一番1オクターブ下を2とすれば、これが3でしょ、はい、で、4でしょ、で、3と4で作られるから、1の左が、なんか2オクターブ、こいつの2オクターブ下のドが鳴ってる状態なんだけど、だから低く聞こえるっていうね。だからギターの最低音って、これよりも、だから、これが、A の音が一番低い。だなっていうさ、そういうのをさ、なんかまやかしでこう出すさ、技がさ、なんかあってさ、いや、もう低音の部分をさ、やっぱ表現しなきゃいけなくてさ、なんかさ、でも言われるとそう聞こえてきますね、確かに。絶対聞こえるんだよ、だからこれ、うん、そうですね、低い A 鳴ってるような感じになります。そうこの4度の積み方、特に低音だともう、なんか、あの上の方のなぜミーラーかって鳴らすと、なぜかラの方がその下に聞こえてっていう、そういうのがあって、だからそのためにもなんかすごい合理的な、すごい物理的なね、小野くんが好きそうな物理的な話なんですけど、そんなありますよね。とりあえずそんな感じでなってきてもらしてね、はい、でウェスが登場するじゃないですか、はい、ウェスがオクターブ奏法とか親指で弾いてるとかそういうところが結構言われてますけど、コードワークもすごくて、なんかウェスがこういうなんかこういうことをしてるじゃないですか。結構コードソロとかもウェスいっぱいする。これ4度済み?4度済みです、これは、うん、これウェスなんだ。ウェス多分発祥じゃないかもしれないですけど、うん、ウェスが多用してるのはよく聞きますね、なんかこれなんかウェスっぽいことをしてやってもらってもいいですか。どういうのこれ、なんかどこの曲でやってんの、うん、どこの曲でど、うん、もう普通にこうやって、うん、あんまりよくできないですね。すいません。曲になるとできるのかな。曲になるとできる、コードソロみたいなので、うん、こういうのとかもやりますよね。なんか C マイナーで、こうやった。こうよ、この半音下から。あ、このまんま。そうです。あ、トップのだけですね。その後は。そうです。なんだ、トップノートだけしかやってないんだ。割とそうです。なんかこういうのなんか全部こうやってやってたことそれ結構バーニーケッセル風だと思うんですよ、それ。あ、そうなんだ、うん、なんかこれやんなきゃと思ってすげえこれ練習したんだけどさ、なんか手が分身するぐらいすげえ超速くないとできないから。これあれなんです、田辺光圀さんのCD からパクったんですけど。あ、なんかのイントロがこんなんだったんですよね、あの人の CD の。あ、こうか。そう、かっこいいね。結構パクりました。まあそんな感じのコードワークだったですよね。なるほどね。でもこれ辺はまだそのコンテンポラリーサウンドじゃないよね。なんかいわゆるそのおしゃれジャズギターサウンドの、教本に載ってそうですよね。どっからコンテンポラリーになるのかなとは思いますけどね。小野くんはコンテンポラリーなのだと思います、多分。あんまり意識しないですけど、なんか俺も全然なんかさ、よくわかんないからさ、何をもってコンテンポラリースタイルかっていうね。
まあでもなんか最近の人はだからそのなんかおしゃれボイシングとかね、その間をなんかこうなんかぶつけるボイシングとかの、ああなんかおしゃれボイシング聞こえるっぽくない？あ、こういうのとかですね。そう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 、流行ってますよね。で、あれなんですよ、そのあんまりボイシングって多分その後複雑なのが出てこなくて、あ、そう、一時期、うん、多分ですよ、うん、その目線にジョン・スコ、うん、ビル・フリゼールの時代になってくると、はあはあ、あんまりボイシングの研究されてないんじゃないかなと思ってたんですけど、あんまそんな印象ないよね。むしろジャズが他のポップスとか、うん、ファンクとか、うん、カントリーとかと結びついて、うんうん、他のジャンルに派生していったような気がしますけどね。はあはあはあ、で最近その裏でなんかハービーがすごいいろいろなことやってたり、あ、その昔やってたことがやっとギターにも来たような。あー、ハービーはだって未だに謎だからね、最初からずっと なんか今まで謎っていうかね、なんか謎大きい、うん、ね、あのなんかすごい低いところでなんかディミニッシュのボイシングしてるだけなんだけどかっこいいみたいなね、なんかあれどうやってやったか忘れちゃったけど、なんか特定の音域限定みたいな感じでさ、うん、なんか やってんだけど、ギターでできるかな、まあ多分こういうこれ系のサウンドで、これをなんかもうちょっとなんか何度か平行移動で下げるとちょうどピアノがぶつかるってなんかやばい音になるところがあって、へ、なんかそこでなんかやってるみたいな感じ、なんだこの人すげえなみたいな、なんかどっちかというとこのアイデア自体はみんな持ってるんだけどさ、使ってるポイントがちょっとだけなんかずれてて、はい、で低さが変なところにあって、なんかただの邪悪なサウンドになってるみたいなそうそうそう、だからすごいなと思って、うん、アイデアは普通だったりとかするんだけど、はい、その使いどころが面白いみたいなね、なんか最近飛躍的にボイシング変わったなって思うんですよ。ほう、そのカート以降。あ、カート以降はね。カート以降変わったなって思うんですよ。ここ二十何年ですか。ここ二十何年。最近じゃねえけど。最近、うん、で、その中でもいろんなギタリストが自分なりの方法をやってたりするんですけど、うん、カートがこれ、あの、韓国でやってたクリニックでやってた動画。あるんですけど、なんか見たかも、ボディ&ソリやったやつ。ボディ&ソリやったやつ。そこでやってるのがガイドトーン。はいはいはい。ガイドトーンとルートとあと5度。だから3と7と、はい、まあ、コードトーンですよね。ガイドトーンって何のこと？ガイドトーン3度と7度のこと。7度のこと、ガイドトーン。コード進行で、例えばこういう、あの、Dm、Gb、Cm7A7 みたいな進行があったときに、その3度と7度だけを弾くと、あれ先生なんか2音だけなのにコード進行がちゃんと聞こえてくるじゃないですか。なんでだろうね。なんででしょうね。でもこの流れがすっきりしてますよね。この Dm7 の7度と3度から G7 の3度と7度、半音1音変わるだけですし、この G7 の3度と7度が Cm7 の7度と3度と、この G の7度が半音下がって C の3度になって、この C の音はステイできるんで、結構流れが綺麗ですよね、うん、なるほど。でそれを使ってるんですね、これは。で、6度のインターバルと7度のインターバルが、はあはあ、割とギターだと響きが、ピアノだとどうか知らないですけど、やったことないんで、結構響きが好きなんですよね。いや、いいよね。いい響きしますよね。これ7度の響きですけど、あれもう一個今どうやってたの？これは
そうです。これってあれ手の形先にも決まってで弾く感じなの、それとも一個一個、あ、僕は一個一個弾いてます。そのC メジャーセブンって与えられた時に、はあはあ、ルートとメジャーセブンスっていう塊と5度と3度っていう塊、それぞれこの7度と6度のインターバル の、 あの2和音なんですけど、それを弾くことで表現する。ドシとソミ、ドシソミ、そうです。これ弾きにくいね、かっこいいけどね。そうですね、弾きにくいです。それでもなんか慣れが必要です、ね、なんか、うん、これひたすら練習するしかない。そうです、慣れると楽になります。本当楽になりますだんだん出てきました、やばい、やばさが、やばさが出てきました。いいですね、まあ、ひたすら練習してこれも頭にすり込んでるんですけどすり込んで、例えばこれでさっきやった Dm-G7 のその逆順の進行をすると、すごい普通にコード進行が滑らかに聞こえてこないですね。そうだね。でカートはこれプラスでクリニックでやってたのは、セブンスの時に裏コードも通りましょうっていう感じに。おお。え、待って、今は D マイナーから行く時になってたよね。どう、やってない ?D マイナーの時やってない D マイナーはやってないです。ど D マイナー。すいません。どーだーだーだー、あ、違う。だーだー、そうです。だーだー、そうです。で、ここは、ここ。そうです、そうです。D フラットいくから、そうそうそう、あ、難しい。これで D フラット7がこう光って見えてれば楽勝です。光んねんどうやって光るの、それ。どう、分かんないですけどみんな光ってるらしいですよ。いや、これ割となんか、うん、光のものですっていうなんか、なんか信者の方々が僕も光のものですみたいなこと言うけど、ちょ、俺うちやってないからこっち行ってみたいな、ね、そう、光のもの結構いたっていたな、なんか、ね、仲間たちがほ、そうか、え、そうやってやってんだ。そっか、ちょっと待って俺劣等生だな、ちょっと光のもの劣等生だな、悔しいな。これ便利なんですよね。だあらゆる曲をこれでやるといいと思うんですよね、一回。これだから、でもさ、これさ、俺聞いてて思ったんだけど、これってさ、はい、だってさ、ボイシングとしてはさ、モダンでも何でもないじゃん。そうですね。でもさ、カートがやってるの聞くと明らかにコンテンポラリーサウンドなんだよね。音色ですよね。音色なんですか。音色と弾き方とかもあるんですよね。なんかこうやってやってると普通に教本みたいに聞こえますけど、リバーブ深めとかでやると、ちょっとリバーブすげえ深くしてみてください。かかんないかもしれない。それ最大まで行った方がいいね、一回。ちょっと極端に行き過ぎるとディレイに変わるやつなんです。あ、そう、なるほど。お風呂って感じですか。これでもうちょっとアタック弱めて弾いたら、あ、でもなんかカートが出てきたね。ディレイでやると、ディレイでやると、ディレイ、ディレイ、スプリングリバーブ感があるディレイですね。あ、でも普通にディレイです。質問の答え
リバーブ、リバーブとディレイ、リバーブとディレイあるじゃないですか。そう、そか、どうやったらコンテンポラリーサウンドになれるんですか。リバーブとディレイでこの、うん、なんかファファファって弾くって感じ。そう、なんかそのライブの時に聞かれた時もとっさにそう言ったんですよ。ああ、音色ですって。ああ、でも結構ありそうだと思うんですよね。音色大事だと思います。ね、音色で分かるこう時代性っていうかね。だからその、うん、ギタリストのだからリバーブの使い方っていうのがだから結構大きく変わったっていうことなのかね。変わったんでしょうね、うん、リバーブかけまくるようになりましたもんね。一時サックスにめちゃくちゃリバーブかかってた時代あったじゃないですか。マジで矢になんとかかった ECM みたいな。あ、そっち聞いてないあまり詳しくない、そういう人たちもいたんだ。そう、そっか、ギャンバレでしたっけ。ギャンバレじゃないな、あ、なんとかなんとか頑張れみたいなね。痛い、それ頑張れ、頑張れ、あの感想ではなんかこっちの方がやばいやつだと僕もそう思いますね思ってるんですけど、でもまあ、あの実際あのやばい、何があの僕の中何がやばいも自分でもちょっと分かってないですけど、何がやばいも自分でもちょっと分かってないですけど、何がやばいも自分でもちょっと分かってないですけど、それやっちゃダメじゃないですか。そういうことおなかそういうこと言っちゃダメでしょ。めっちゃピーク来ちゃった。これは使われるのかどうか。俺使わないです。使わないです。そうそう、勘弁してください。危ない。これギリギリのやつです。カットしかないと。汗かいちゃって。暑いな。これあれなんですよ。急に戻りますけど、これいいところが指2本しか使わないってところがいいんですよ。ね、かっこいいよね。指2本しか使わないのにコードがちゃんとコード感出るんで、後の指2本は自由に使えるんですよね。ああ、これってさ、だからさ、はい、このなんかこういう風なさ、なんかポジションでやった方がなんか楽とかじゃないの？なんかこれってこれってさっきの C メジャーのさ、これとさ、なんかこれがさ、はい、多分対応してるから、こうやってやると。あの楽できるって話じゃないの？ああ、楽はできます。確かに。ああ、とかね。こう。うん。でもその、こうやって押さえた時に、この指とかが開くんで、こうやって、すごい動かしたりできる。こういう奏法、このトップノートを、トップノートをこうやって、動かすっていうのは今まで結構あったんですけど、ははそのスタンダードを学ぶときもトップノートを動かしてやるじゃないですか、メロディー弾くとき。この内声を動かすっていうのはこうやってははどうやってやってんの今。こうです。やってるんじゃないですかね。多分ラーゲに関わらずギラットとかもやってると思いますけど。なるほどね。でもなんかこれあのコンテンポラリーボイシングに聞こえるね、ちょっとね、その動きがね。そうで、これ僕はジョン・ダミアンっていうバークリーの先生から教えてもらったんですけど、すごい人いっぱいいるね。そう楽しいですよね、これ慣れてくると、うん、そうだね、できるようになったらいいな、これ楽しいな。ただ指の配置が難しいね。指の配置難しいです。これ今トップノートですけどね。基本的にはさ、この真ん中の指2本で弾いて、こっちを左右に余しとかないと対応できないってこと？
あ、そう、そう、まあ、だからコード弾いてみて余ってる指でやるってことですね。これバーンスタイムやるんですよ、結構。マジで。あ、そっか。やってたっけ？俺この間バーンスタイムソロアルバムずっと聴いてたんですけど、ああ、なんかこっからふわーってこうやってなんか、うん、こうやって上がって、うん、こういう風になんかしないですか？こうやって、あの、イメージですよ。画像はイメージです。あ、そうです。画像はイメージ。実際にコピーしたわけじゃない。なんかこうやって上がっていって、なんかこういう風にここをキープしたまま。どうやってキープしたの今？え？あ、トップを。そうです。トップを。キープしたままこういうことしないですか？するかも。え、あれ、ブッシングが分かんない。こうか、こっちかな。多分あの人のことだから、多分こういうディミニッシュ系おお、なんかこんな感じでやったりしますよね、多分。気をつけないと検証になるんで。なったことで。いや、これできたらでもなんかちょっとコンテンポラリー感は、うん、そうですね、うん、これ大事なのはここを絶対に離さないっていう心意気が大事ですよね。よし。ここ痛くなってくるんですけど、途中で話していいでしょ。でも最後まで話さない、最後まで話さない方が多分かっこいいと思います。でも確かになんかこれはそのちょうどいい、そのなんていうか、ちょうどいいっていうか、かなり難易度高いから2世だけどすごいその緊張感がある、持てるサウンドだね、うん。このこういう奏法するのでいい曲が、音感の長いゆっくりな曲がいいですよね。だからバラード、バラードでもそうですし、ステラのブリッジ部分みたいな、こことか、でなんか自分のなんか技を一個見つけられたらいいね。そうですね、うん、そしたらコンテンポ、これリバーブかけたらコンテンポラリー。リバーブかけたら、あ、伊藤が来てたんですよ。え、切ってた、そう、今切って、楽しいです。楽しい。一人で遊べます。いいですね。これはすごい、頭のトレーニングというか、そうですね、音楽的になるしね、ちゃんと 歌わないといけないからね、こういうのね。で、こっから派生して、うん、こう、メロディーが、上の、この音はこういう風に下がっていって、こっちは上がっていくようにすると、うん、一人で二つ弾いてるような感じ。多分スラスラできるとかっこいいですよね。あんまり用意した譜面には書いてないですけど。ああ。俺はなんかでもその過程でここら辺でよくその やるかなと、なんかどこか。こういうところ。そうそうそう。つかんだか。
そうそういうのもこれをでもとっさにさなんかさあのなんだっけアロングケーブベティウムとことかもあるじゃんさなんかさこのさとこのさあそこでやったらかっこいいですねなんかここなんかここつなげたいんだけどさバーンスタイン味がありますありますか これは自分で開発したんですかオリジナルですこれ素晴らしいでもここのここがさいつも残らないんだよここレガートに続けたいんだけどさここでなんかちょっとおうまいあでもこっちはでもダーリンレリタとデリタとダーリンこうでしたよねメロディーリズムが違う。で、そう、この層を弾くときに必ずこのこっちだけに触れちゃってるから、ミュートされちゃうの危ねえなと思って。これ、超むずいね、コントロールが。これは、一回だけなんかジャムセッションでそれっぽくできたことあって。あ、いいですね。頑張ってよし、やった、やってやったぜ、みたいな。お前ら見たか、みたいな。すごい地味な作業、誰にも気づかれずに終わるみたいな。聞こえてないかもしれないですね。でもなんか気合だけを持つ。なんかやってるぞ、こいつみたいな。普通のことじゃないことがある。でもここはやっぱこうやって続く。なんかここがっていうニュアンスがないとなんかぶつ切れちゃうかね。ここスライドしたいってことですか？気持ち的にはね。あじゃあこうがいいですね。じゃあねこうおすごいかっこいい。かっこいいね。小野先生かっこいいですね。ありがとうございます。まあさ、だからそのギターのこの制限がすごいね。うん、まあこれもいろいろ試してボキャブラリーを増やすしかないですね。そう、いいっすね、うん、そんなボイシング、うん、これボイシングなんですかね、うん、あこれはこれ何なんですか、ね、俺の技の自慢のカウンターポイントカウンターメロディーなんかそうカウンターでもこういうのもなんかそのやっぱそのしかも逆に動くとかさ、うん、でちゃんとしたハーモニーが実はいい度数でさちゃんとハモれたりとかするとさそのこのシンプルなだけでもものすごい情報量増えるからさ、ね、一気にそのなんていうのかな楽しくなるっていうかねそう聞いてる人もやっぱそのみんなその判断してるのはやっぱその情報量だと思ってるんです、うん、僕は個人的にはそのだからいかにその音符に聞かせないっていうか、うん、なんか、うん、ここなんかね重要になるとなんでみんな楽しいかなと思うとなんか音符に聞こえてこなくなるからだと思って情報量が多くなって、うん、だからそのためにみんなそれなんか音重ねたりとかさしてるんだろうなとかって思ってるんだけど、うん、そうっていうのがありますね、うん、みんなね、はい、そうでこのガイドトーンちょっとなんかあのもう一深掘りなんかしてあガイドトーンもう一深掘りします？うんもうやめたくなったいや今どんくらい撮ってんだろうなと思って40分くらいじゃないもう40分経ったんですか、うん、そうちょっとカメラ一回見てみていいですか、ね、いや動いてるかどうか、はいはいはい、動いてなかったら絶望ですからね、うん、あ動いてないかもI'm going to go to the hospital.
小野博文の動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画はオルガニスト西川直人さんご協力のもと制作されております。各種 SNS もありますので、ライブ情報などのチェック、そして動画の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。またね。